こんにちは、万山房子です。今回はオンラインレッスンの基本テクニックコース、受講生の方の作品の手直しレッスン動画を撮影しています。オンラインレッスンを受けてくださった課題作品を送っていただき、その作品を手直します。手直しレッスンとして動画を撮影し、受講生の方に見ていただくようにします。手直しした作品は返送します。同意をいただいた受講生の方の手直しレッスン動画を YouTube にアップします。こちらの作品を手直しいたします。円はとても綺麗にできておられると思います。円の形はそんなに修正しなくて大丈夫かなと思います。で、側面に少し傷がついておられるので、そこを、取っていこうかと思います。これで側面についた傷はかなり薄くなりました。それに伴って、先ほど削った分と同じぐらいの、側面の傾きに、他の部分も傾きを合わせていきます。このあたりも少し側面に傷がついておられるので、切り取ることによって傷が見えなくなるかと思います。そうですね、少しまだありますけれども、傷が薄くなったかと思います。もう少し取ってみますね。これで側面の形がだいたい整い、傷が取れてきました。そしてそれに伴って少し角が出ましたので、その分の角の分を丸めていきます。自然な形になるように丸めていきます。この時も上に出てくる丸の形をきれいな形に統一するように丸めていきます。このような感じですね。で、このデザインは中央に、方眼状の模様が入っているんですけれども、これは後で入れていきたいと思います。では次に1段目の花びらを修正していきたいと思います。そうですね。少し歪みが見えるこれを、この花びら切っていきます。左右対称にするために、だいたいこちらの左を少し切り取って、右の形と合わせていきます。そして少しここにくずがついておられますので、切り取っていきます。で、次はこちらの花びらが少し大きいので、こちらも少し他の花びらに合う大きさに切っていきます。で、ここに少し、ゴミが残っていますので、ここをゴミを取ります。で、この深さがここと合うように同じくらいの深さに
切っていきます。で、ここの深さも合わせて、同時に傷も取っていきます。こちらもこの中のくずを取ると同時に深さも合わせていきます。で、こちらもゴミを取ると同時に深さを合わせていきます。感じですね。ここも少しくずを取ります。クズを取る作業というのは、クズだけを取るのではなくて、その面をね、クズの分を薄く切り取るということになりますので、そのついてる一部だけを取るのではなく、その面すべてを取っていくことになります。深さがね、きれいにできておられるんではないでしょうか。はい、作品としての深さは美しくできておられると思います。この V 字をね、切り取るっていうのはとても難しいんですけれども、綺麗に深さが揃っておられると思います。いいですね。では花びらの形もね、少し整えていきたいと思います。大きい花びらを他の小さい花びらに合わせていくような感じになります。でも一番小さい花びらがもし小さすぎたら、そこまでは小さくはしないんですけれども、少し大きめの花びらを小さめの花びらに合わせていきます。で、角が尖るように少し形も修正します。で、ちょっと花びらが薄すぎるところは、切ると崩れる恐れがあるので、あまり切ることができないんですけれども。少しね、丸みがついておられるところも切り取って、三角っぽい花びらにします。で、ここは表面が少し高いので切り取って高さを合わせます。ちょっとね、端がちょっとこの部分はすごく薄いですね。薄いのであんまり切って修正することが難しいですね。薄いと再度ナイフを入れると崩れる可能性がありますので、
ですね、ちょっと薄いので、ちょっとね、これ以上切ると崩れるかなと思いますので、この辺にしときますね。少しまっすぐめに。少しね、右側の方の花びらの方が丸みが強い傾向がありますので、まっすぐにね、まっすぐっぽい感じに修正します。ね、だいたいこれで1段目の花びら、ここがねちょっと先っぽ薄いからあんまり切り取らない方がいいかなと思いますね。ここにゴミがあるので少し取ります。では2段目に行きたいと思います。2段目はね、少しね、あの1段目は結構しっかり、1段目と3段目は、V の字型結構しっかりね、あの深さを出て立体的にしていただいているかと思うんですが、2段目がね、少しね平たい感じのところが多いかなと思いますので、2段目は V の字をはっきり入れるような感じに修正していきたいと思います。今日はね、少しちょっとソープが固めになっていますので、ちょっと慎重にね、ナイフ入れてます。こちらですね、真ん中、後ろ、この1段目の花びらがここは少し浅くなっておられますので、少し深さ出しますね。それで花びらのラインを今なぞって少し深さを出しました。そしてそれに対して V の字ですね、中央に V の字、ここも少しね、1段目の花びらのところが少しだけ深さを出してからですね。真ん中のライン、放射線状に切るようにします。裏側は少し、1段目の花びらの裏側は
少し控えられるように斜めにしていきます。こちらもですね、少し先に前の花びらの段の後ろ側を少し深さと角度を内側にして切っていきます。で花びらの形、2段目の花びらの形をちょっと後で修正しようと思うので、今はこの V の字ばかり直していきますね。で前の1段目の花びらも少しだけ内向きに入れられると、この後ろの側面が中に控えられて花びらが少し薄めに見えます。立って入れるとこの側面が見えるので、ちょっと内向きにね入れていただくと花びらが薄く見えるかなと思います。真ん中ですね。真ん中のラインは相手の中央と通るようにしっかり見て、真ん中のラインを決めて切っていきますね。やはりちょっと後ろ、前の段の花びらの後ろの深さを入れると切り取りやすくなるようですので、後ろも切って、花びらのねここは幅はしっかり、深さですねありますね、いいと思います、ここはちょっとね細く浅かったので、ちょっと花びらの先が欠け気味になっていますけど、外の花びらのね厚みがちょっと十分ありますので、そこでここの花びらの厚み、2段目の厚みはもう一度出していけるんじゃないかなと思いますね。あとで花びらの形を描き直す時に深さも出していきたいと思います。でここ少しゴミがありますので取っていきますね。ゴミはその部分だけ取るのではなくて、ついてるところの面全部を取っていかないと綺麗に取れないので、ここの根元にだけついてるから根元だけということではなく、ついてるこの面ですね全部を薄く切り取ってつけるようにします。そしてこの中央ラインが相手の中央と通るように見ていきますね、はい、ここな1段目の花びらの後ろ、もう一度角度を少し内向きにして少し深さも出してなぞって、それから中央ラインの V の字をもう一度取ってみます。で相手方の線とまっすぐ通るように修正しますね。でこれで、2段目の段の深さの修正ができましたので、次は形の修正に移ります。そうですね、一番大きい花びらから少し小さくしていこうかなと思います。これかなと思いますので、この花びらで、この花びらを修正するときに、この3段目の花びらのこの根元も少し深さを、ですね、この作品はだいたい 2、3 ミリの花びらの深さで立体的に浮き立つのが良いかなと思いますので、2、3ミリの深さになるように花びらの深さも出していきますね。でね、根元はいいと思うんですけど、この葉の先、花びらの先のところが少しピチピチですので、もう少し深さをここですね切っていきますね。ここで少しこの辺りで深さを出していきます。で少し、ナイフを内向きに倒して入れることによっ
で、この後ろの側面が少し控えられて、花びら全体が薄く見えますので、少しね、それも。で、この先っぽの深さを少し出していきます。先っぽの深さ。だいたい2ミリぐらい出るように見ていきますね。ソープはどうしても作品を作ったら硬くなりがちなので、ちょっとね、慎重にナイフ入れています。はい、これで大体1周、花びらの後ろをなぞれましたので、今度は3段目の、そうですね、V の字を取りながら、3段目のこの花びらのここですね、ちょこと、ここのところは、深さがね、2、3ミリしっかりあるんですけど、この先っぽで、前の2段目の花びらの高さがね、もう月々ぐらいになっておられるので、少しね、ここの高さも低くしながらね、低くすると、この2段目の花びらのここに厚みが見えてきますんで、それもここですね、この辺り、先、2段目の花びらのここのところにも厚みが出てきますので、そこも少し切り揃えながらいきたいと思います。少し切り揃えて、少しですね、この花びらの先っぽ、2段目の先っぽのところでも、ですね、高さ。これね、高さ出したらこれね、ちょっと他のところより、こう、深さがね、暗さが出て立体的に見えてきたんじゃないでしょうか。でね、花びらの形はちょっと一番最後に直そうかなと思うんですけれども、ね、こことここでね、ちょっと深さ、高さね、ここ少し落としましたので、少しね、立体的に見えているのではないかと思います。ちょっとね、ちょっと幅のとこから、端からしっかり入れて、中央に V の字が来るようにします。ここのね、中央、前の花びらの中央と合わないといけないんだけど、ちょっとね、中心が、花びらの中心がずれておられるのかな。こっちに中心も持ってきますね。少し中心をこちらに移動しました。で、これでね、高さがもう少し、これも少し低くなるようにしていきたいと思います。これでね、花びらの先っぽに深さが今出ましたので、ほら、どうですか？ちょっと立体的にね、なりましたね。他のところよりもちょっとこうぐっと高さの差が出てましたので、立体的になってきたかと思います。少しね、こちらの形も少し修正しときましょうかね。今の段階でね、これぐらいね、立体的になりました。で、ここもね、少し低くしていこうかなと思います。ここ2段目の花びらの先っぽで、この辺りですね。で、深さが出るように少し取っていきます。で、V の字は前の段と通ってくるように、そうすると、ここの花びらの先っぽが、やはりこの V の字ときっちり合うように。深さも統一。横から見た時の花びらの深さですね、統一していくのがいいですね。幅、花びらの高さですね、統一します。ここですね。で、ここの深さも統一、角度も統一して、中央ラインが前の段の花びらに通ってくる。V の字もしっかり中央に通ってくる。ちょっとね、今ここが硬いから、あんまり取るとね、壊れそうなので、あんまり取れないんですけれども、ここに真ん中が来るね。
で、ここも少しね、厚みを出していきます。ここからいった方がいいですね。この辺からなだらか、なだらかに。で、中央ラインが通るのを、相手と通るのを見て、中央ラインですね。中央ラインはこっちかな。少し遠いところからなだらかに続けていきます、うん、中央ラインはこの辺りですね。相手と通るのを見て、命が相手と通るような位置に持ってきて、そして尖がそこの先っぽにね、来るように行くとより美しいかと思います。花びらの後ろ、少し角度ですね、2段目の花びらの後ろの角度を少し内側に倒して持っていくことにより、2段目の花びらが
薄く見えるような感じになります。裏側の角度も控え具合を揃えていきます。ここと、ね、裏側揃えていきます。ここが少し、ね、大きいからちょっとだけ取って、少し大きいからね、取っていきます。はい、じゃあ外の余白ですね、この辺りも綺麗になだらかにしていきます。裏側の角度を整えて、はい、では外側ね、少しなだらかにします。そうですね、外側も一番低くなっているところから揃えていくかな。この辺ちょっと低くなってるね。この側面見ると、ここの高さ見ると、ここがこのこういうラインより下に下がってるので、ここが低そうですね。ここか他もだいたいそこに合わせてやっていきます。
ですね。はい、大体いいかなと思います。では、真ん中の5番の目の模様ですね、作っていきたいと思います。まず残っておられる模様を参考にして切っていきますね。すごく細かく入れてらっしゃるな。私だともうちょっとね、今ね、真ん中から分けて4等分ぐらいの感じで入れておられるんですけど、私だったら真ん中から3等分ぐらいにするかなと思いますね。ちょっとね、細かいですね。もう少し大ぶりを、間隔を空けててもいいんじゃないかなと思いますね。で、この作品はもう、基本テクニックコースなので、ですね、裏返して、幅を同じにして切っていきます。裏返すんじゃないですね。くるっと回して。この幅ですね。で、あと一本ね、入れるのかなり厳しいけど、まあ、ちょっと入れときましょうか。同じ幅かな。で、また。真ん中から割っていきます。中心。やっぱちょっと取れたな。細かすぎるんでね、ちょっと取れやすいかも。少しちょっとソープがね、硬くなっているので、ちょっとね、かけやすくなっているみたいですね。
こんな感じかなと思います。はい、これで元の作品の形を生かしながら手直しが終了いたしました。今回の動画は参考になりましたでしょうか？世界にカービングを広めるため、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。